はじめましての方たくさんいらっしゃると思います、メンバーの一人がフライヤーを配っておりますので、こちらタダでもらっていただきます。タダをもらっていた方がいいと僕お母さんが教わりましたので、ぜひぜひ、それだけもらって書いていただいて、フェノメノというボーカルグループがいたんだよって、お母さんお父さんお友達に見て前に伝えていただければなと思いますので、よろしくお願いします。はい、ね、普段は僕たちは東京を中心に活動しているんですけど、おめでとう、ありがとう。はい、はい、あのね、先ほども餃子、召しましたね。そう、なんか餃子、なんかストリートじゃなくて、そんなんなんか餃子通りみたいな、餃子通りみたいな、そこは死ぬほどバケモン的に並んでたから、はい、なんかちょっと舐めすぎてた、舐めすぎてた。なんか10分ぐらいまた入れるかなと思ったら、100人ずつ、はい、お願いします。俺、こんなラジオライン聞き方やってちょっとスタイル変わってる。なんかちょっとやりづらかったな。はい、続いての曲、そうやって、読み方を聞いてください。子供は愛される権利があります。そして、何を、食われないことで笑って、何気ない会話で泣いて、一つ一つの出来事にしおりを挟んで、消さないように忘れないように、アラジンのように魔法に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを守りたいんだ。君が彼にどんな声を重ねてさ、どんな人と笑い合ったか、一人で考えて勝手にへこんで眠れない夜を過ごしてさ、仮に雨が降って一緒の例になっても、僕が迎えに行くから、笑って泣いて見つめ合って抱きしめ合って愛し合って、不思議のように心の音符を奏でて笑わせるよ。心は使えないけど、別の皆さん、はじめまして、フェノメノです。よかったら1曲だけでも聴いててください。お願いします。アラジンのように魔法の絨毯に乗って迎えに行くよ。魔法は使えないけど、お金もないし力もないし地位も名誉もないけど、君のことを改めまして、フェノメノです。よろしくお願いします。はい、宇都宮の皆さん、はじめまして、フェノメノと言います。よかったら、ぜひぜひ1曲だけでもいいので、僕たちの音楽をお付き合いください。お願いします。はい、僕たち東京を中心に活動しております3人。